石川とそれから熊本の谷口がスリーポイントというのも一つ注目かと思います。さあマクリンダ強い強さを見せました。インサイドソーシルフ、さあ自ら行くか、ソーシルフ、おーっとエンドワンです。会場が沸きました。局的に仕掛けていきましたソーシルフです。菅沢、うんっと少し足が滑ったか、厚みにかわしていきます。スミラ、そして山下、鮮やかにつながって テレンスキング、西川、西川狙っていく、スリー決まりました。さあただまだ差がボールです。通ります、西川狙っていきます、決まった。ソーシルフのスクリーン使いながら、これはアリウープ。マクリーン、あーこれは巧みに決めていきました。バスケットカウント、ここはマクリーン取ります。素早く切り替えて決めました、ダンク。磯野、磯野自ら行くか、ハーフショット決めていきました。長島さん狙っていく、磯野、ローソンは昨シーズンのブロック等でもありますから、本当に大きな2人がいない中で他の選手たちが持ってくる時間帯に入ってきています。残り1分、緊迫した時間が流れます。マクリンの3は決まった。緊張感のある中で、あーっとここが落ちました、ただ長島拾って決めました。まさにチームで戦っています。3秒の攻防、両チームどちらもですが、前節は本当に2点差3点差の大接戦をものにしています。さあ西川のスリー決まった、再びリードは差が、その精度の高さというのは目を見張るものがあります。さあ5秒、守りきれるか熊本、点を決められるか。西川のタフショットは決まりません、試合終了。